ッターは7番に入っている松尾。フォアボールのランナーが出ています。先発ピッチャー大瀬良、そしてキャッチャーは相澤。このバッテリーをベイスターズ打線がどう攻略していくか。西さん、このあたりいかにピッチャーを打ち崩していくかも注目ですよね。打線が機能すれば相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そうですね、その打線は機能してくるんでしょうか、注目です。アウトコース外れます。ボール先行です。ストライクです。さあ4球目は何か。ボールになります。あそこに決められたらお手上げですね。はい、変化球が決まっています。3ボール2ストライク、フルカウントになっています。これで2者連続のフォアボール。